どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。本日はですね、洗車でございます。いや、これちょっとね、弟のやつなんですけども、まあ私もですね、まあかれこれ、まあ車持ってますけども、もう6、7年洗ってませんよね。ほんでね、弟もね、聞いてみるとね、そのクラスでございます。というわけで本日はですね、テレンと、はい、Amazon で評価のわりかし高い洗浄グッズ買っていました。では早速行ってみましょう。まずね、これ、こちらの入れ物なんですけども、これね、ほらこうやって座れたり、結構これ耐荷重があるみたいなんですよね。ほら、こんなこともできてしまう。そんでこちらの中身なんですけども、なんだグッドデザイン賞取ったとか取ってないとか、こんな入れ物にあるのかな、そんなもん。なんかアマゾンのレビュー欄に書いてあった気するんだよね。まずね、これ一応ロック可能です。ほんでパカッと開けていただいて、これ2層構造なんですね。まずこのバスケット、ほんでこれ水入れ用のタンクでございます。ほんでここもね、もう評価高いのをそれぞれ買ってみました。まずはね、ソナックス、ほんでこれ拭き取り用の洗車タオル、ほんでヤッコメのスポンジでございます。それぞれですね、購入ページは下の概要欄の方に貼り付けておきますね。では早速、お掃除スタート。まずですね、こちらに水分を含んでゴシゴシゴシってしたいとこなんですけど、ダメみたい。まずはね、綺麗に水流し。そんで本日はね、車好きのおじさんの家にお邪魔してるからね、やっぱね、まずはあれですよ、テレン。はい、これケルヒャーので水が出るやつ。私もね、過去にアイリス大山のやつとかも紹介してるけど、そういった高圧洗浄機でまずね、ホコリを洗い落とす、それが重要みたいです。で、いきましょう。まあ細かい汚れはね、こんな形で落としてしまいます。はい、一応ですね、細かな汚れは多分落ちました。ただ高圧洗浄機でもこれは怪しいけど、もう傷っぽいからね、なんかやっぱうっすら汚れてくるので、こちら使ってお片付けいきましょう。まずはこのソナックシャンプーってのは、まあ泥など洗い流してください。ほんで原液 25ml を、5リットルの水でよく薄め、よく泡立ててくださいと。なるほど。そんでこちらの方にもね、メモリが書いてあるので、ちょっと水入れてまいります。はい、入れてまいりましたと。ほんでこれに、キャップ1杯分ほいっと。そんで匂いがね、あんまり良くないっていう意見もあったけどまあこんなもんでしょ。では早速いきましょう。まずスポンジにいっぱい含ませて、よいしょ。でこのスポンジね、ほら結構吸うね、水いいね。で、いきましょう。まあ本当はね、上の方からやらなくちゃいけないけど、カメラの三脚の高さの関係者はちょっと横からお見せいたします。どうだろう、こういうことなのかな。で、これは多分傷なんでしょうね。なんかあるよね、ここ。まあ、このスポンジもですね、最高にいいっていうわけではないみたいで、やっぱりですね、結構柔らかいんですけども、傷つくときはですね、細かな粒子とかあるとき傷つきやすいので、そこら辺はですね、皆さん注意してください。あ、でもこれ汚れかもしれないな。どうだろう、傷ですね、これは。あ、でもね、すごい洗い上がりはいい感じはするね。こういうことですよね、大量の水分で洗い落とす。はい、とりあえず完了。なかなかいい量でございました。1リットルぐらい余った感じかな。あとはね、洗い流す。はい、はい、とまあこんな感じですね。よいしょ。まあとりあえず、洗い上がりは、汚れ落ちはね、確かに良かった気はするけど、あんまり車洗ったことないからね、ちょっと比較ができないね。ただ思った以上にね、こういうやつとか、こういうやつとか、こういうやつとか、ちょっと見づらいけど、こういうやつとか、ちょっと我が弟はね、運転下手くそかな。あとね、私の弟はそんなことしないと思うけど、こういったね、傷の多い車の周りにはね、できる限り駐車しないようにしてください。やっぱこれは分かんないけど、結構ね、当て逃げとかってね、されることあるんだよね。そういう時って大体ね、まあ、運転下手な人がね、ピューって逃げていくだけだからね、そこら辺皆さんもご注意ください。あとはね、拭き取り用のタオル、結構吸水性がね、いいのか、なんか柔らかいのかみたいな感じなのかな、これはね。まあささっとね、拭いてみると、よいしょ。あ、でも滑りはいいかな。この拭く時の滑りはいい感じでございます。このガラスのとこで見ると分かりやすいか。
こんな感じです、吹き上がりの方はね。多少はね、ちょっと水残ることもあるけど、逆島にすればね、こんな感じで結構ね、ほら、取れるような感じ。新しい面を出していけば、結構水滴はね、綺麗に取れます。まあ、2枚入りなんで、それ2つ使えばうまくいくでしょう。はい、まあですね、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。今回紹介したやつはね、まあ、下の概要欄の方に貼り付けておきますけども、レビュー欄がすごい参考になるかと思います。やっぱね、Amazon で評価はいいけども、超一流っていうわけではございませんので、そこら辺は皆さん注意して、ご使用くださいませ。以上、洗車セットのご紹介でございました。